これは実際に中学入試で使われた問題です。ニコニコ日本史という作品はニコニコ日本という国の歴史という設定で描かれ、多少史実と異なる点を入れることで猫のキャラクターを生かし、小学生の好感度も高い作品です。この作品の中のキャラクターのうち、晩年の平清盛をイメージして作られたと考えられるものはどれですか？次のあ、い、う、えから一つ選んで、その記号を答え、そう考えた理由も書きなさい。正解はう。理由は、晩年の平清盛は出家をしていてお坊さんの姿だったから。君はわかったかな？ニコニコ日本史を読んでいないと難しい問題かもしれないね。受験問題にも採用される学習漫画ニコニコ日本史は全国の本屋さんで絶賛発売中。チャンネル登録よろしくせよ。